マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズニュースーパーマリオブラザーズ E ニュースーパーマリオブラザーズ E はニンテンドー開発発売の Wii 専用ゲームソフトキャッチコピーは一人でもみんなでも横スクロール型 2D アクションマリオシリーズ内の一作である E32009 にて発表された NSMBW と略称されることがある二千六年に ニンテンドー DS 用ソフトとして発売されたニュースーパーマリオブラザーズの続編であり 3D ポリゴンキャラクターの 2D アクションスターコインの登場ファイアで敵を倒すとコインが出るなど共通点も多いまたファミリーコンピュータやスーパーファミコン時代のスーパーマリオシリーズを意識した要素もさらに増加しているなおニンテンドース用機器ハードでの 2D の スーパーマリオシリーズの新作ソフトとしては、スーパーマリオワールドから約19年ぶりである。プレイスタイルは、ウィールも込み横持ちのほか、ヌンチャクスタイルにも対応。その他の周辺機器には、非対応。Wii では4,3と16,9の2種類の画面アスペクト比の出力に対応しているが、本作では4,3と16,9とで、画面の表示内容を同じにするため、 メニュー画面など一部の場面以外は、すべて16、9の比率で制作されているので、Wii の本体設定で16、9に設定して、ワイドテレビで表示した場合は、フル画面で表示されるが、4、3に設定している場合は、上下に黒い帯が追加されて表示される。今作では、最大のポリ数が128となっている。残り数が99以下は100の位を0。 残り数が9以下は10の位を0つける。また同時マルチプレイの実装に伴い、残り数が0になったプレイヤーは一旦、リタイア、仲間がコインを100枚集めることで復活でき、全員がリタイアになると、ゲームオーバーとなるシステムとなっており、ゲームオーバーは、自動コンティニューとなる。日本国内でのテレビコマーシャルは、発売時から2010年3月初旬までは、松島直美、 生瀬勝久、二宮和也、大橋のぞみが出演し、2010年3月以降は、大野里志と二宮が出演し、いずれも実際にプレイしている模様が映し出されている。北米限定で2011年10月23日に発売された黒の新型 Wii にはこのソフトが同梱される。Wii の次世代機、Wii 有用、ゲームタイトルとして、プレイヤーに Wii を使用できるようにした。 後継作、ニュース・ーパーマリオ・ブラザーズ・ユーが発売されている。後に、カプコンより、アーケード用、メダルゲーム、ニュース・ーパーマリオ・ブラザーズ・ウィー・コインワールドが発売された。2016年8月9日より、Wii U の Nintendo e ショップで、ダウンロード版の販売が開始された。エンターブレインの調査では、発売発週の4日間で、約93.7万本の売り上げを記録。 これは2008年の大乱闘スマッシュブラザーズ X の約81.6万本を上回る日本の w i i 用、ゲームソフトの初動売上歴代最高記録である。その後は発売1ヶ月後の2010年1月上旬には売上が300万本を突破し w i i f i t の約1年よりも大幅に早いトリプルミリオンとなった。 日本での発売からほぼ1年後となる2010年11月末には、同社の調査で400万本を突破したことが確認された。日本ゲーム市場における末置き型ゲーム機での400万本突破は2000年のドラゴンクエスト7エレンの戦士たち以来となり、マリオシリーズにおいても、初代スーパーマリオブラザーズ以来の事例となる。最終的に日本国内で最も売れた Wii ソフトとなった。 世界でも大きな売り上げを記録しており、北米では、スーパーマリオ・ギャラクシーの2年間かけた売り上げである410万本を、わずか1ヶ月半で突破している。今日は、ピーチ姫の誕生日。マリオとルイージがキノピオたちとピーチ姫を祝福をするところに、巨大なケーキが届く。そのケーキに隠れていた、クッパ・ジュニアとクッパ・ナナ・人衆が、ピーチ姫をさらって飛行船で逃げてしまう。 マリオとルイージは黄色キノピオと青、キノピオ、ヨッシーと共に飛行船を追って旅に出て、お城のキノピオたちはアイテムでマリオたちの旅の援護をしてピーチ姫を救出する。今作では4人同時プレイが可能でマリオ、ルイージ、キノピオを操作する。スーパーマリオシリーズで同時マルチプレイは以前から開発者の念願であり、初めて実現することになった。 二から四人プレイ時にはお互いに協力や妨害をしたりすることができる。一つの画面でスコアとコインとタイムを共有する。また一人目がドアまたは土管へ入ると一定時間後に全員が揃って次のマップに移動する。ゲームオーバーになるとコンティニューカウントがつくようになった。今作では高く飛び上がることのできるプロペラマリオに慣れるプロペラキノコが追加されている。 それ以外にも、敵を凍らせる、アイスボールを投げるアイスマリオになれる、アイスフラワーのほか、ペンギンマリオになれる、ペンギンスーツなど、様々な能力を持つアイテムが登場する。また、過去シリーズから、スーパー、ファイヤー、豆も登場する。これらの変身アイテムすべては、キノピオも利用可能であり、キノピオが変身アイテムを利用すると、頭の色が変わるといった変化がある。なお、 前作にあった巨大キノコと青コーラはなくなっている。一人プレイ時にはステージを進めるにつれて、クリア済みのエリアに隠れていたり、マップ上の敵と遭遇したりして、キノピオを助けることもある。救出すると、1アップ3アップすることができる。Wii ならではの操作として、プロペラマリオ、またはプロペラが付いているブロックや、シーソーになっている足場を動かすなど、 ウィーリモコンの傾きを感知する機能を利用した仕掛けがいくつか使用されている。このため、クラシックコントローラやゲームキューブ用コントローラには対応しておらず、リモコン単体か、ヌンチャクと接続して操作する。また、スピンジャンプ、ヨッシーに乗る仲間キャラを持ち上げるなど、過去の作品と共通するアクションも追加されている。なお、オンラインでのマルチプレイには対応していない。 本作では、看板で、スターコインを使用してのセーブ機能はなくなったが、新たにいつでも一時中断できる中断セーブが、追加された。この中断セーブはゲームを再開すると消えるが、ワールド8のクッパ城を一度クリアすると、メニュー画面で、いつでも通常のセーブができるようになる。また、クリア前でも、従来通りトリレや城をクリアすることで、セーブ可能。 シングルモードの一つのコース内で8回失敗すると、ステージ上に、お手、本ブロックが出現する。叩くと、コンピューター操作のルイージが、お手、本プレートして、コース攻略のヒントを見せてくれる。ただし、クリア扱いにはならず、スターコインを無視することもある。なお、お手本実行中でも、ボタンを押せば、いつでも、手動操作に切り替えることができる。 お手本ブロックは初心者やライトユーザーに配慮した機能であるが、それを出現させないようにしてエンディングまでたどり着くと、お手本ブロックを出していない勲章が得られるというやり込み要素が入れられている。初公開は発売前に任天堂公式サイトで掲載された社長が聞くにおける宮本茂の発言、仕様の公開情報が少なかった時期には、 ゲームの面白さを損ねるという意見もあった。また、スターコインを集めると、マリオクラブ株式会社のスタッフによるスーパープレイや隠しゴールへの行き方、まだ入手していない、スターコインの取り方が閲覧できる、お宝ムービーが出現するようになる。今作における BGM は、過去にリリースしているシリーズからアレンジしているものも、多い。下記は、アレンジ元を挙げる。 本作のメインとなるモード。クッパジュニアとクッパ7人衆によってさらわれたピーチ姫を追って各ワールドのステージをクリアしながら最終的にピーチ姫を救うことが目的。従来のマリオ一人で冒険するシングルプレイに加え新たに最大4人まで協力や妨害などができるマルチプレイが可能。2から4人まで遊べる対戦モード。 コース内に散らばっているコインをひたすら集めながら相手を妨害してゴールした時点で最も多くコインを集めたプレイヤーが勝ちとなる。コインは通常のコインに加えてスターコインを取れば大量のコインを獲得できる。ゴール時のポールが他のプレイヤーより高いほどもらえるコインが多くなるがポールに捕まる時間は決まっているので時間が過ぎた場合や 捕まっていないプレイヤーが全員ミスした場合は、ボーナスがもらえないので注意。自滅をしたり相手に妨害をしてミスしてしまうと、コインが少し減ってしまい、残り人数が0になると失格となる。なお、全員ミスした状態で復帰できなくなった場合は、対戦は終了となって、その時点まで集めたコインで勝敗が決まる。選べるコースは、メインゲームのすべてのコースに加えて、 対戦モードのみの専用コースが5つ遊べる。ただし、メインゲームのコースは各ワールドをクリアしないと追加されない。このコインバトルを使い、日本一を決める大会、ニュースーパーマリオブラザーズウィーコインバトル日本一決定戦が行われた。2から4人まで遊べるメインゲームでプレイしたコースを自由にプレイできるモード。最初に選べるコースはおすすめに表示されているコースのみであり、 各ワールドをクリアするとそのワールドのコースをプレイできる。自由にコースを選んでプレイして、ローカルルールでの対戦や、マルチプレイ専用アクションの練習などの遊びができる。プレイヤーキャラクター一人プレイではマリオのみで、マルチプレイでは 1P が、自動的にマリオとなって、2から 4P はマリオ以外のキャラクターを選んでプレイする。なお、能力は4人共通である。 ノンプレイヤーキャラクターパワーアップアイテムはステージ中に獲得すると変身できるほか、スーパーマリオブラザーズさんに採用されたマップ画面中のアイテムストックシステムがある。キノピオの家や敵コースなどでアイテムを入手でき、マップ画面中にアイテムストックからアイテムを使用するとすぐに変身できる。アイテムはそれぞれ99個までストック可能。今作では、 ストックのシステムの違いのため、スーパーマリオワールドやニュースーパーマリオブラザーズのようにステージ内でストックアイテムを出すことはできない。マルチプレイではブロックを叩くとプレイ人数分のパワーアップアイテムが登場し、アイテムストックでアイテムを使用すると全員が同じ能力に変身する。国内最大級のゲーム雑誌ファミ通のクロスレビューにおいて、 クロスレビュー史上13作目の40点満点を獲得した。その後の同志のアンケートにおける読者評価においても平均点が10点満点中の9.03点で不満点の票数1位が特に無しだという高評価を獲得している。日本ゲーム大賞2010の年間作品部門においてはゲーム初心者と上級者がさらには世代を超えて みんなで一緒に最後まで楽しめるというゲームの本質を見事に体現したとして最優秀賞である大賞を受賞した。2010年8月時点の Wii チャンネルみんなの任天堂チャンネルにおけるみんなのおすすめでの評価は全年齢性別平均でゴールドランクで年齢性別別でも評価もほとんどがゴールドだという年齢や性別を問わず幅広い層から高い。 おすすめ旅を得た。また、一時期は12歳以下男女などでさらに上のプラチナランクも得ていた。その他のレビューや海外においても総じて高評価を得ている。ただし、一部海外レビューなどにおいては作品の新規性に欠くといった限定要素も見られている。2010年2月から3月にかけて本ソフトを用いた一般向けの大会コインバトル日本一決定戦が行われた。 w e ーヨソフトとして初の公式大会である。2010年1月7日、岩田里社長が初めて共同通信との単独インタビューで明らかにし、翌8日には大会名及び外説が発表され、告知サイトもオープンした。大会は個人バトルとタッグバトルの2カテゴリー3部門で行われた。いずれもコインバトルモードを使用し、 個人バトルでは最もコインを多く集めた1名が、タッグバトルでは最もコインを多く集めたプレイヤーの、属するペアが勝ち抜ける、トーナメント方式で優勝者を決定した。地区大会は、開催日程順に、大阪、札幌、福岡、広島、名古屋、仙台、東京で行われ、決勝は3月27日に、東京のベルサール潮止めで、関東地区大会直後に行われた。 また、この大会の様子は、Wii チャンネル、みんなの任天堂チャンネルにおいて2700と、川島陽子による司会で、動画配信された。ニュース・ーパーマリオブラザーズ・ Wii コインワールドは、2011年4月に、カプコンより発売された大型メダルゲームである。カプコンのマリオシリーズのメダルゲームとしては、マリオパーティフシギのコロコロキャッチャーに続き5作目となる。ありがとうございます。